デコは1981年にスタートし、2021年が40年の節目の年。だけど世界は新たに現れたウイルスに今なお苦しめられています。そのような中で、この40周年をどうセレブレートしようか、私たちは打ち合わせを重ね、合同作品のテーマを決めました。それはランの花を世界中の仲間と作って一堂に集め、ハワイの大自然の中に美しく飾ろうというもの。つながりを見失いがちなこんな世の中だからこそ、私たちはクレイクラフトでつながっているんだということを皆さんに見てもらいたい、感じてもらいたいという思いからでした。今、私たちのレッスン環境は大きく変化しています。外出自粛で皆さんがなかなか集まれないクラスも多くあると聞いていました。皆さん、日々をどう過ごしているのか、果たしてランの制作に取り組んでいただけているのか、一時帰国を機に、あるクラスを訪ねてみることにしました。こちらのクラスは、デコ歴33年の大ベテラン、上級講師の尾崎薫先生が主催しています。お教室の雰囲気も明るくて華やかで素敵ですよね。皆さん、ありがとうございます。今回はデコの40周年 の準備ということで、展示会の企画ご協力本当にありがとうございます。で、今コロナのね、こういう中で本来だったらば展示会を大きく予定してたんですけども、オンラインの方にシフトして準備進めております。そして皆さんから全国270人ほどの方お申し込みがあって、皆さんの作品のデータが今どんどん届いていて、そして海外からも100人近くの方、皆さんお申し込みがあって準備の方を進めております。そしてまた合同作品ということで、ランの方も皆さんに作っていただいて、こちらのお花がハワイの方に送られて、大きな皆さんのつながりのアーチを作って、それをムービーに収めて、その展示会のトップ画面の方に流す予定になってますので、本当に感謝しております。それで今日は尾崎先生たちのグループ作品があるということで、こちらちょっと見せていただければ、はい、そうお話も聞かせていただければと思って、日本から世界に発信できるようなテーマのものもね、お教室では合同作品に出展するランのクラスも行われていました。ランの制作レッスンも行ってくださっていることを知り、安心するとともに胸がいっぱいになりました。そうですね、最初コロナ禍になった時にやっぱり緊急事態宣言が出て、一瞬やっぱり私自身も教室少し閉鎖した時もあったんですけれども、少しずつやり始めた時、それから生徒さんの方もしばらくはお休みしてたんですけど、やはり家でこうじっとしてても不安の方も募ってしまう。やはり手を動かして粘土をするってことが大好きなんだなってことを改めて分かった方も多いと思います。私も含めてなんですけどもね、分かった方も多いと思います。そうですよね、もうやっぱり実際にこう展示できないことはとても残念なことなんですけれども、逆を言えば今この SNS がこう進歩している世の中で、ウェブ展示っていう新しい一つのなんか時代の流れっていうんですかね、展開できるってことはいいことかなって思います。また違う方向にこれがこう伸びてくるかもしれませんし、ウェブを通してこうお互いにこう作品を見合う場所っていうのが、なかなか会場まで行けない人にとってはこれはとてもいいチャンスなのかなとも思いました。はい、素晴らしいですよね。もう想像しただけでなんかワクワクしてきますよね。こう見えないけどなんか想像できるもの、
っていうのはなんか楽しいですよね。ある程度私たち本当主婦なので、こう小さな目標っていうんですかね、今回はその40周年のウェブ展示が、まあ小さな目標になったわけですよね、このコロナ禍で。それに向かって、またグループ作品をやるってことで参加した方は、またその目標に向かって自分なりにこう一生懸命やるっていうこと、自分なりに頑張ろうっていうのがこうできたっていうんですかね、目標ができた、それに向かって頑張ろう、みんなもやってるから頑張ろうっていうのは、まあ、とっても意義のあることかな。作った時の満足感、達成感で飾った時のこの楽しみ喜びっていうのが、やっぱ手作りにはね絶対に あるものだし、買えるものではない、お金では買えるものではないなっていうのはもう改めて思いますね。粘土やっててよかった、デコやっててよかったな。こんな状況であってもデコを愛し、創作への思いを一つにして取り組んでくださっていることを知り、心から嬉しく思いました。神奈川県平塚市、海にほど近いあるお宅を訪ねしました。デコ創立当時からのメンバーで、上級講師としてこれまでたくさんの生徒さんをご指導いただきました高倉信子先生です。お邪魔しますね。すいません、ここからでいいかしら。失礼します。どうぞ。わあ、すごい、ここが聞いてた先生のアトリエですね。教室兼アトリエに所狭しと飾られている作品は、まさにデコの歴史そのものです。こちらの高倉先生、なんとデコで配信しているオンラインレッスンをすべて受講されているのですよ。お年を召した方からなかなか難しいというお声もいただきますが、高倉先生はとっても前向きに取り組んでくださり、今回行われる合同作品のランの作り方も配信で受講なさっています。高倉先生、これタブレット見ながらやってるんですね。この iPad で、はい、まあ、分からないときこれまた止めて、もう一回戻してここでもう一回戻してってできるからね、いつもね早いんじゃないかなとかいろいろ思いながら作ってるんですけど、それは大丈夫ですね、はい、よかった。そうですね、最初ざっと一回見ます、うんうんうん、で要所要所、うん、作る順に箇条書きにして、大体順序立てて書いてノートに書かれるんですね、はいはい、それであとは完全にできるようになったら整理して、うん、一応全部ノート整理して、うん、それで一回もう一度見て、うん、それでこの配信がなくなってもノートだけでできるように、できるようにまで持っていかれる。でこれはやっぱり繰り返し繰り返し見られるから、はい、ノート取った後もまた戻って見られるってことですよね、はいはいはい、ここまで実際に作られてるから、はい、これも今回の新しい作品ですよね。一番最新のピンクショット、はいはい、すごい、ここまで全部作られたんですね、紫陽花も、はい、問題なかったですね、はい、すごい先生、もう本当感激しちゃいますまあ、全て の, こう今までの配信になってからですけれども、まあ、対面はもちろんのこと、初めできるかしらっていうことで
もう本当に不安でしたけど、やっぱりあの通わなくていいことを思うと、またこれはこれでやっぱりありなんだなっていうことで、あの今やっぱりこれからはあの変わって時代が変わってくるんじゃないかっていうふうに考えてます。心からデコが好きで、新しい取り組みにも熱心に向き合ってくださる高倉先生。こうした取り組みの一つ一つがハワイでのランの作品へとつながっていくのかと思うと、私は本当にその日が楽しみになりました。日本館員の作品が東京本部に続々と送られてきました。この花って一番難しいんですよね。あのランってすごく技術がいるので、それなのにここまで完成度高く、このつなげ方から色塗りから本当に丁寧に作ってくださっていて、もう感激です。感謝ですね。どれだけの時間をかけてこれを作ってくださったのだろうというところで、本当に今あの花子先生も言った通りに本当に難しいお花なので、ここまでクオリティが高いものをどの箱を開けても出てくるんですよ。本当に感激です。これが一つの大きな作品に仕上がる日が本当に楽しみで、皆さんに見ていただきたいなと思ってます。日本本部のみんなが一輪一輪大切に梱包したランのすべてはこうしてハワイに送られました。2010年にデコクレイクラフトアカデミーハワイ支部が開設され、こちらハワイのスタジオでは地元の方々のクラスから海外支部講師の方々のサポートをしています。合同作品のラン、コチョウラン、シンビジウム、カトレア、バラが800本近くほどハワイのスタジオに届き始めました。これらを一本一本手に取り、皆さんの顔を思い浮かべ、どんなに離れていても心はつながっていると感じました。いよいよ巨大アーチの組み立てる日が来ました。合同作品のアーチを組み立てる会場はオアフ島モクレヤノーショアにあるディリンハムランチ。2700エーカーの広大なハワイの自然があふれるロケーション。空に向かってどこまでも手を伸ばそうとするココナッツツリー。葉の一つ一つに豊かな命の営みが宿る植物たち。神様が与えてくれたこの場所に、私たちみんなの思いを作品として飾ることにしたのです。
の800本ほどのランのアレンジメントを取りまとめてくださったのが地元のフローリストパッションルーツ。デザイナーのシリンのもとチームが団結してくれて、総6時間かけてアーチの組み立てからグリーンのインストレーション、そして800本のランの巨大アーチが組み立てられました。ランのあまりの完成度にプロのフローリストが本物かと驚くほど、私はとても嬉しく誇らしい気持ちになりました。この2年間の間に、さまざまな生活様式に変化を与えましたが、私たちに大切なことも教えてくれました。それは、国の垣根を越え、どんなに離れていても心はつながっているということです。Flowers bring us together. この一つの目標を、クレイアートで表現し、デコ40周年のこの合同作品を通じて、世界中の仲間が少しでも不安や心配から解放され、作る楽しみ、喜びを見出し、明日への希望にしていただけたらという私たちの大きな願いがつながり、合同作品を作り上げることができました。